胸赤泡吹きヒンディロズバイプンクタータホープとは、泡吹き虫に近い昆虫の一つ。全身は黒く、胸部だけが赤い。体長は、メスで5ミリメートル、オスでは4ミリメートルほど。メスについて記す。頭部は黒く、前の肩やや下向きに突き出ている。腹眼は黒く、単眼は暗褐色で、腹眼の間の頭部背面は、幅が広くて、半球状に丸く盛り上がり、 表面には強い光沢がある。前胸瀬は暗積色で、前の円の部分は広い幅で黒となっている。前の円は中央で強く、前に突き出しており、後ろの円は中央で強くくぼむ。小立て板はくさび状で、比較的短く、先端は鋭く尖る。色は暗赤色だが、前胸瀬より暗い色となっている。前肢は黒く、浅くて荒い天国が多く。 先端部は幅広くて、淡かし色を帯びた、半透明の膜状となっており、イハネ半種類の前肢のような作りになっている。ふわしは短く、甲子の強武士の外側に、顕著な2本の四条突起がある。オスは、メスより、体の幅が狭く、小立ていたのみが赤い。要するに、メスでは、全身が黒で前強世から、前肢の間までが赤。オスでは、 全身黒で全死の間のみが赤い。本州、四国、九州から南西諸島に分布する。国外では台湾と中国から知られる。幼虫は体から石灰質を分泌し、それを使って枝先に巻き貝状の巣を作り、中に潜んでその中で泡を出す。宿主植物は桜など。以下、種として一心ほか。イ P271 と P85 やスマツほか、P115 と P84 から85。ありがとうございます。